日本鹿児島県いぶスキ市12町いぶスキ駅西側12町は、鹿児島県いぶスキ市の大技。旧薩摩国いぶスキ郡いぶスキ号12町村、いぶスキ郡いぶスキ村大技12町、いぶスキ郡いぶスキ町大技12町。人口は4680人、世帯数は2091世帯。郵便番号は891-0403。いぶすき市の東部に位置し、地域内を、 西部の山麓を源流とする丹波川、橋群川、山王川が流れる。阿佐駅の北方には、いぶすき市十町、西方には、いぶすき市東方、山川な川、東方には、いぶすき市湯の浜、港、大群れにそれぞれ隣接しており、南東部は、鹿児島湾に面している。阿佐駅には、北方の鹿児島方面から十二町の東部を縦断し、国立病院前交差点から、 西方の成川バイパスを通り、枕崎方面を結ぶ、国道226号、国立病院前交差点を起点として、鹿児島湾の沿岸を通り山川港からフェリーで、大隅半島、宮崎県を結ぶ、国道269号、阿佐駅の北部の12丁交差点から、伊武す駅までを結ぶ鹿児島県道240号、伊武す停車場線、国立病院前交差点から港を経て、 西方のダイソンの原までを結ぶ鹿児島県道238号、下里港宮ヶ浜線が通っている。また、地域の東端部を、いぶすき枕崎線が南北に通っており、いぶすき駅の西口が所在している。教育機関は北部に、いぶすき市立南いぶすき中学校、南部に、鹿児島県立いぶすき養護学校が所在している。麻生駅の南東部には、 橋群川遺跡があり、1924年に、いぶすき橋群川遺跡として国指定史跡に指定されており、展示施設として、いぶすき市公古博物館が設置されている。十二町という地名は、江戸期より見え、薩摩国いぶすき群いぶすき里のうちで十二町村と表記された。村高は、 群村高辻町では2851国余り、三州五地政要欄では2122国余り、天保豪町では2851国余り、急行給料取調べ町では1920国余りと記載されている。三国名称図に、すりヶ浜温泉の砂虫に関する記述があり、島津光久により、藩主の当治場が設置されたとされる。長井温泉にも、 旧白書が完成5年から天保2年まで置かれていた。江戸時代末期に勃発した撮影戦争の際にイギリス艦隊を砲撃するために、1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでのイブスキザとの全域よりイブスキ村が成立し、それまでの12町村はイブスキ村の大技、12町となった。1933年にはイブスキ村が、 調整志向市いぶす町となり、いぶす町の大技となった。1954年4月1日に、いぶす町が今泉村と合併、同時に、市政志向市いぶす市が成立。それに伴い、いぶす市の大技、12町となる。1978年に12町の一部で、住居表示を実施するのに伴い、12町の一部より、湯の浜一丁目から、 湯の浜6丁目まで、1981年には12丁の一部より、港1丁目から港4丁目までが設置された。1988年7月4日には12丁、及び10丁の一部より、大群れ1丁目から大群れ5丁目までが設置された。2006年1月1日には、いぶす市が、山川町及び海門町と新設合併し、新生のいぶす市となったが、 旧イブスキ市の区域では、大技なの変更はなく、住所の表示は従来通りである。国立病院機構イブスキ病院鹿児島県立、イブスキ養護学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道269号の起点付近。ありがとうございます。